皆さんこんにちは、ケンです。本日はこのリムブレーキとこのディスクブレーキ、こちらの2つの構造の違いとメリットデメリットについてお話ししたいと思います。近年ディスクブレーキのクロスバイク、ロードバイクがどんどん増えてきてます。でディスクブレーキが主流になっていくと言われてるんですけども、まだまだリムブレーキは、残っていく方向ではあります。ディスクブレーキ、リムブレーキどちらを買おうか悩んでる方が少しでも、スッキリするような動画になればなと思います。でまず構造の違いをお話ししたいと思うんですけども、こちらが、皆さん知ってる方多いと思うんですけど、リムブレーキタイプとなります。でリムっていうのはこのシルバーの部分、車輪の外側の部分のことをリムって言うんですけど、ここを挟んで止めるタイプ、こう回ってる時に挟んで止めるタイプがリムブレーキタイプ。ママチャリの前輪もリムブレーキタイプとなっております。でこれから、今がこういうディスクブレーキがどんどん増えてきています。でディスクブレーキっていうのはここのディスクローターっていう部分を、金属のパッドを挟んで止めるものになります。でこちらの構造は、車とかオートバイと同じようなブレーキ構造となってます。かなりブレーキの効きはいいです。あと違いとしては、リムブレーキは、地面に近いところをブレーキしますので、外的要因を受けやすいです。例えば雨とか泥とか砂とか、そういうのがこのリムブレーキについたとしたら、その影響でブレーキが効きづらくなります。要はワンクッション、水とか泥とか挟んでしまうので効きづらくなると。特に雨の日とかだと、よくブレーキ効かないっていうことがあると、経験した方もいると思います。それに対してディスクブレーキは真ん中にブレーキ構造がありますので、例えばこういう路面から水跳ねとかがあったとしてもリムよりはつきづらいですので、外的要因を受けづらい、雨とかそういった日にはブレーキ効きやすいっていう風になります。あとは見た目も、当然ながらブレーキ構造がリムから移ったので、ここが真っ黒にできたりとか、デザインも幅広くリムの高さも低くできたりとか、車輪のデザインが大幅に変わっているのも特徴の一つです。でもう一個がリムブレーキはこういう風にクイックリリースっていうタイプで締めるのに対して、ディスクブレーキは今はこういったスルーアクスルっていうシャフト、ネジ切ってあるんですけど、これを埋め込むっていうものになるので、そういった車輪の止め方も違ってきます。では今からリムブレーキとディスクブレーキ、こちらの2つを比較した上で、メリットデメリットを述べたいと思います。で1つ目が、全体のバイク重量に関してなんですけども、ここはどうしても、リムブレーキに軍配が上がります。構造上仕方ないんですけども、ディスクブレーキに関して言うと、ここにディスクローターが搭載されたりとか、あとはこういう今これ持ってるのはワイヤー式の、ディスクブレーキにはなるんですけども、こちらの方が構造が複雑で重量も重い傾向にはあります。で、車輪を止めるためのハブ軸、こちらもクイックリリースとスルーアクスルでは軸形も違ったりもしますし、ここは一概に何とも言えないんですけども、ここでも重量差っていうのは出てきます。トータルで見た時にはディスクブレーキモデルの方が重い傾向にあります。なので、未だにヒルクライマーとかだとリムブレーキを使う方っていうのも多い傾向にはあります。2点目が制動力で、制動力はディスクブレーキに軍配が上がります。構造の違いでもお話ししたんですけども、当然ディスクブレーキの方が、まず外的要因を、雨とか泥とか受けづらいっていうのと、金属のパッドでグッて挟みますので、すごい効きがいいです。で3点目、メンテナンス性については、例えば機械式のリムブレーキ
機械式のディスクブレーキと比較した時にはまあどっちもどっちかなっていう感じなんですね。ただし機械式のリムブレーキと油圧のディスクブレーキを比較した際で言うと、ちょっと油圧ディスクブレーキの方が、作業難易度が高いです。これは何かっていうと、まあ豆な人で年に1回ぐらい、油を入れ替える作業をするんですけども、その油を入れ替える作業っていうのが、まずその専用のブリーディングキットっていうものが、まあシマノなのかテクトロとか、まあそのメーカーによって出てるんですけども、そういうのを買う必要があることだったりとか、エアを抜く、要は気泡が入ってるとうまくブレーキが作動しないんですね。その気泡を抜く作業が結構手間がかかるっていう意味で、メンテナンス性に関しては油圧と機械式でいうと油圧ディスクの方がちょっと厄介、まあ慣れが必要っていう感じですね。4点目、輪高はどっちが向いてるって話になるんですけども、これはリムブレーキに軍配が上がります。でリムブレーキは、こういったクイックリリースタイプが多いので、まあ、手で回してすぐに車輪も外せたりするんですけど、ディスクブレーキに関して言うと、まあ、今スルーアクスルっていうもので例を言うと、まあ、ネジが切ってあって、でアーレンキーとかが必要になるものもあります。もちろんクイックリリースみたいなタイプもあります。でこれでいくと、まあ、スルーアクスルの方が外しづらいと思います。結構がっちりはまって、まあ、剛性高める、固定力高めてるっていう意味で結構、がっちりしまってるので、外すときに慎重になるのはディスクブレーキモデルです。でかつ外すときにこのパッドから外すときに、まあ、ディスクローターが曲がらないように、外したり、数ミリの隙間の、ディスクパッドの間に入れたりしなきゃいけないので、そういったところでいくとディスクブレーキの方が輪高には向いてないです。でかつちょっとここでお話ししたいことがあって、私の経験談でいくと、先日、まあ、新しい新車のグラベルロードガノーのガリバルディ納車したんですけど、約1ヶ月でスルーアクセルがぶっ壊れました。これ何が起きたかっていうと、これ見てください。こんな感じでぶっ壊しました。スルーアクセルをぶっ壊しました。これ何が起きたかっていうと、これあのリアのエンド金具なんですけど、ここにこういう風にネジではめ込むタイプなんですね。アーレンキーではめ込むタイプなんですけど、まあちょっと僕も注意が足らなかったのか、原因は今となってはわからないんですけども、スルーアクスルをあの締めるときも外すときもちょっと注意が必要でして、これをネジを1回でも舐めたらもう終わりです。まあ、これで部品交換もしくは外せなくなって、私みたいにこういう最終的にアーレンキーの形が舐めちゃったんで、トルクスをハンマーで打ち込んで無理無理外すっていう荒技に出たわけなんですね。それでなんとか外せたんでよかったんですけど、スルーアクスルの場合これを固定して間違って強く固定してしまったりとか、まあ、何かの拍子で転んでスルーアクスルがガチガチにフレームとガチガチに固定されたってなった時には、もしかしたらホイールの切断だけじゃ済まない話になる可能性があります。ですのでディスクブレーキはあまりつけたり外したりは私はおすすめしないかなと、まあ、スルーアクスルに関して言うとですね。でこれ私の経験談でも1ヶ月でもうエンド金具とスルーアクスルのハブ軸、これも買ったんですけど、部品代だけで1万円かかりました。で、まあ、私みたいに修理できる方だったら、まあ、その部品代で済むんですけど、もうそれが外せないで、外してほしいでつけてほしいってなった時には工賃が発生するので、もうスルーアクセル片方ぶっ壊したら、1万5000円ぐらい普通の方だとかかっちゃうんじゃないかなという感じです。なのでまあ今言ったように輪高するなら私はリムブレーキですねをおすすめします。5点目、コストについて。でコストについては初期投資に関してはディスクブレーキの方が
値段はおそらく構造的には高いです。まあクロスバイクでいうと V ブレーキと油圧ディスクで比較するとだいたい1万円ぐらいは差が出ます。今ちょっとジャイアントさんを例にして、ちょっと算出したんですけど、だいたい1万円ぐらいディスクブレーキの方が高い傾向にあります。で油圧じゃなくて機械式だともうちょっと抑えれるかなって感じです。でランニングコスト、まあ、いわゆるパッドの寿命とかからいくと、まあ、雨の日とかに乗るか乗らないかにもよっちゃうんですけども、まあ、同じだけ乗ったとしたらディスクブレーキの方が持ちがいいです。で理由がまあこういったリムブレーキは結構やっぱり削れちゃいますので、特に雨の日とかだと研磨のように削れちゃうので、ランニングコストですね、パッドのランニングコストで行った時はディスクブレーキの方が、まあ、安く済むかなっていう感じです。今日はざっくりと、ディスクブレーキ、リムブレーキの違いについてお話しする内容となりました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ディスクブレーキの機械式を比較した時もそうなんですけども、